山田さん、テタと、リョウト、シュウト、ユマルト、ジュエルト。我々ね、今まで企画の中で催眠術師の方とか、はい、霊能力者の方とか、ね、戦ってきたというか、嘘つくなよって言ってね、一緒に動画を撮ってきました。はい、アシンペロンさんと、ウゲンさんとかね、ちょっとこれガチだすごかったですね。皆さんね、信じられないかもしれないけど本当にすごいんだなっていうのを体験させてもらって、うん、私もう一つ見つけてしまいました。嘘つきを。嘘つき言わないじゃん。大丈夫、使わないで。メンタリストですよ。あーねー、これはもう、いや、なんか僕もね、 YouTube ショートとかでね、その本当にすごい急に名前当ててるとかの言うのを見て、はい、嘘。あれはさすがに嘘です。わかんなすぎる。我々が本気で騙しに行こうと思ったら無理でしょ、うん、いうふうに思っていたわけでございますけれども、はい、いや、受けて立つぞと言ってくださった方がいらっしゃいます。おー、すごい。おー、ありがてえ。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。過去一番くらい入りづらい入りでした。メンタリストの堀と言います。堀さん、堀さん、よろしくお願いします。堀コースさんです。堀コースと言います。はい、今日は僕本当に何も聞いてなくて、今から堀さんが、はい、嘘じゃないでしょっていうのを見せつけてくれるという。嘘前提で進めるんですね。いや、嘘前提ですよ。嘘つきですよ、あんた。初めてです。もう引き下がれないんで、彼も。ということでね、ここからはですね、司会をですね、堀さんに任せます。いきなり司会が、ね、動画の流れみたいなのね。ちなみにその我々そのメンタリズムっていうものを、言葉がまず合ってるかわかんないですし、何をされてる方？あと何聞いた方？収入やプロで、メンタリズムって職業なんですね。肩書であって、ただ一応あの大前提としてメンタリズム、エンターテイナーなんで、その場にいる方を楽しませて、盛り上げて、楽しんで帰っていただく、それが、まあ、目的。あ、なるほど。勘違いしてる人多いっすよ、多分。そう、そうですね、なんか心理学でこう座ってずっと勉強されてる方みたいなのあるんですけど、人前でこうやって立って喋れないと、僕はメンタリストにいけないので。なるほど。当てたでしょ、すごいでしょ、じゃなくてってこと。そうです、そうです。ちょっと今日みんなそれをね、やっていきましょう。エンターテイメントショー。エンターテイメントショー。リアルを伝えたいからね。最初はあの心理テストみたいな、まあ、簡単な心理ゲームがあって、はい、最初お一人だけお手伝いいただきたいと思うんですけど、僕が例えばね、虫眼鏡さんとか選んじゃうと、うん、なんかもしかして僕が得意そうな人選んでるかもしれない。なるほどね。それもやらせてもらえます。逆に虫眼鏡さんが誰かメンバーの一人選んでいただきたいです。もう自分って言ってもいいですし、うん、哲也さんって言ってもいいですし。なるほど。そこからまず始まります。はい、この雰囲気をやっぱりね、やりやすい雰囲気持っていくためにも、まずは一番こういうの、はい、え、あ、いやいや、大丈夫です。今なんか打ち合わせしてませんでした。ええ、しないしない。今なんて言った？この雰囲気をやりやすくするためにも、やっぱりこういうのを一番毛嫌いしている量から言った。惜しかった。惜しかった。量さんから毛嫌いはしてない。よろしくお願いします。500円玉1枚使わせていただくんですけども、手をですね、握っていただいて、まあ隠れますね、もちろんね。それを右手に入ってるか左手に入ってるかをちょっと、まあ2回連続当ててみたいなと思います。2回も？え？2回じゃないで、僕、こっち向いときますんで、モニターを見ないので、後ろにちょっと隠していただいて、右手か左手か好きなのを隠し終わったら、またこう、前に右手出していただきたいです。よろしいでしょうか？簡単です。はい。じゃあお願いします。え、これ外しちゃったらどうするの？これ外しちゃったらもう。もう、ご帰宅ですよ。ここで外したら帰りますんで。ずっと、ちゃんと目つぶってます。目つぶってます、目つぶってます。はい。もう、ちゃんと、目隠ししていただいて。はい。時間かかりましたね。ありがとうございます。振り返っても見えないですね。はい、じゃあですね、ここどっち入ってるか探すんですけど、結構時間かかりました。左利きではないですね。右利きです。右ですね。はい、右利きの方だったら自分の利き手にやっぱ大事なものって隠したくなるんで、最初は右手に隠す方多いんですけど、僕の予想だと9割右手かなって思うんですけど、多分表にしてやって、落ちないように開けていただいて。よかった。うわー、見つけた。すごい。もうまあ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 、向こうに 50% ですからね、これはね。だからな、あれちょっとすごいすごい、もろ見えですけどね。うわ、当てた。当てた。仕込んで。ごめんなさい。5回こっち見とすんで、好きな方に隠していただいて。はい、お願いします。すげえな。結構あの簡単にこうパッと思いつくままに選んでもらった方が、結構僕は読みにくくなります。はい、はい、OK です。はい、さっきの半分ぐらいの時間です。はい、見てないですよ。今度ですね、ちょっと一緒に、じゃあ隣の哲也さんも一緒にちょっと予想していただきたいんですけど、はい、指の感覚をこう短めに持ってます。感覚短めに持ってるってことは、やっぱりちょっと僕に対してちょっと敵対感があるっていうか、守りたいこっちにあるかこっちにあるかバレたくないっていうのが伝わってるんですけど、ちょっとあの、ま、服越しですけど、あの筋肉もちょっと触らせていただくんですけど、こっちの、こっちよりこっちの方がちょっとこわばってるんですよ、左手の方。で、結構 B 型の方とかだったら、僕の感覚だと同じ手に握る方多いんですよ。何型かお聞きしてみるか。
型です。大型の方だったら2回目ちょっと怪しがって変える方が多いんです。へー、僕は右手じゃなくて今回左手かなって思います。よかったらもう開けていただけたら。あ、やばいただいたんで、まあ、例えば、はい、視聴者の皆さんだったら4分の1だろうと、うん、まあ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 確率、まあ、で言うとそうです。言われたりしますんで、ね、今回5名いらっしゃるんで、今回5人同時にやらせていただけたら、はい、いや無理そんなの無理だって。言い過ぎ、失敗しても別に誰も責めないですもん。それ5人それ無理だよねってなる。無理なんです。伊勢谷さんに500円玉をですね、はい、お渡ししますんで、はい、この人のこの手に隠したいなっていうところに隠してください。で僕今ですね、これあのまあネタ返しするというのはちょっと誘導してます。どこに握ってほしいかを僕が先に誘導してます。やば、じゃあもうそしたら先に予測がしやすくなる。いやそんな食らわないですよ。今のところ僕一番多分絡みがないのが夢丸さんだと思うんですけど、うん、はい、夢丸さんの左手とかも全然あの大きくて脱ぎやすいと言われてるよね。そんなうわーやめてくださいよ、そんな。今回ちょっと時間制限をさせてください、はい、20秒の20秒最終的にあったコインの位置でグッとその方握ってください。で他に持ってない方は握ってるふりをちょっとされてください。あ、力を入れてもいいですし、わざと緩く握ってもいいし、下げてもいいですし、上げてもいいです。よろしいでしょうか。はい、ソファー上でもわかります。これはねこっちですね、はい、モニターないんですよ。いいですね、はい、だからここに完全に見えないじゃん。こんな姿になるのやばい。ちっちゃいかな。いきますね、はい、はい、あと10秒です。もし終わったら教えてください。オッケーです。ありがとうございます。もう見えないですね、僕見ても。はい、オッケーです。じゃあですね、手をまっすぐ前に出していただいて、ちょっと一人一人ちょっとあの手を触らせてください。はい、左利きじゃないですね。右です。右ですね。ちょっと冷たいですけど、僕ちょっと冷え性なんで手が冷たいですけど、右利きで間違いですね。右利きです。オッケーです。最初ですね、手に持ってない方からちょっと絞っていくんですけど、これこっちも緊張すんだ、なんかね。皆さんちょっと左手開けていただいていいですか。入ってないと思います。オッケーです。ちょっと下げていただいて、これ9分の1になりました。こんなんね、うん、ちょっと指はね、指も流せますね。ちょっとだけ押させてくださいね、はい、両手入ってないと思います。下げていただいていいですか。とちみつオープンします。はい、うわー、ありがとうございます。右手開けてください。直感がないって言ってます。ありがとうございます。下げていただいて、直感もあるっけ。1、2、3、4、5、6、6あります。結構テンポいいよ。で、締め金さんちょっと押させてください。まだ触ってないんで、両方ちょっとテンションがあるんで、両方ちょっと緊張してるような感じがします。りょうさん、先ほど僕2回やらせていただいたので、今多分結構強く握られてるんで、ここに入ってないと思います。開けていただいて。ありがとうございます。開けていただいて。ちょっとリアクションどっちか。結構いいですね。確かにリアクション取らない方がいいのかな。右利きですね。あと入ってないと思います。ありがとうございます。やばい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 。4分の1になりました。ここからが難しいんですけども、僕ここが一番怪しいと思ってます。最後僕があのコイン渡してくださいっていうので、もしそこに入ってたらコイン渡していただきたいです。です僕は哲也さんの右手だと思うんで、最後いきますね。最後コイン入ってると思うのは吉永さんの左手だと思います。よかったら左手。怖い。うわー、すごい。エロすぎます。なんでやばい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 。これは量が喜びすんだもん。これはすごいね、やっと感じれたわね。これやっとね、確かに催眠術で感じられたわね。これね、この企画でやっと感じた。催眠術はインチキなんですよ。ガチガチになるここが怪しいって言ってさ、ここもここって行っちゃうんじゃないかっていう逆のドキドキが生まれた瞬間で、こっちです。やばい、僕はその時にってこうしちゃったのかな。わからん。うわー、何で割れたんだ。おもろ。これって失敗する時もあるってことですよね。もちろんです、はい。そうですよね。もう一回やられます。じゃあ、よろしくくださいよ。お願いします。今度ですね、じゃあさっき哲也さん隠していただいたんで、はい、哲也さんが隠す人を選んでください。ああ、なるほど。自分ってまた示してもいいです。夢丸がいいなって思ってるんでしょう。読みやすいからね。投資密。ああ、こいつは思考がない。こいつはもはや運ゲーだね。あのちょっとまた誘導してここに隠してほしいなと決めますので、はい、僕はですね、夢丸さんがちょっとすごい相性良さそうな感じするんで、夢丸さんの右手隠していただけたらすごい嬉しいです。わかりました。はい。こう、はい、だって隠してって言ってるね。うん、まあ、隠してほしいって言ってる。はい、いつも無理だ。大丈夫ですか。大丈夫です。はい、じゃあお願いします。じゃあまた20秒後ろ向いて、僕またちょっと前に。はい、じゃあお願いします。はい、じゃあお願いします。じゃあ20カウントスタートします。お願いします。
はい、できました。やっぱり完璧です。すごい、完璧です。ありがとうございます。あ、上向いてる。皆さん、上向かれてます。まあ、見えないですね。手が大きいので、上から見ても多分見えないんですけど、こうやって探させていただきますね。今度はちょっと催眠っぽいのやらせていただけたらなと思いまして、いや、開けられちゃうかもしれない。開けちゃうよ。ここにお願いしますって言ったんですけど、ここ入ってないかもしれないです。で、探し方がありまして、どうやって探すかっていうと、今から指を鳴らしますんで、コインが本当に入ってるところがすごく重たく感じながら、せーの、ちょっと今哲也さんが開いてますね。ここがちょっと怪しかったんですけど、多分、両手入ってないと思うんですよ。開けていただいて、はい。メンタルを超えた。メンタルを超えた。超越してる。メンタルを超越。最後は出しからないんですよ。すごい。今本当に驚いてる。可愛かった。夢村さんも入れてくださいとお願いします。いや、そうなんですけど、やっぱここでもうここ直前で、はい、右入れちゃおうって、その僕のヒューハンドルが。ありがとうございます。2回目負けましたけど。いや、でもすごいよね。でもちょっとピッとしたよね。もっと難しいのがありまして、数字を当てたりとか。出た。よくありますね、よくありますね。こういう系は本当にね、なんでなんですけど、皆さん座っていただいて、そちらに、ここに座って、じゃあソファーに。ソファーに。よろしくお願いします。数字を当てさせていただくんですけども、普段1から99ぐらいの数字の中で当ててやってるんですけども、多分1から99もいけるんじゃないかな。そう、それはやらせていただけたらなと思うんですけど、まあ、せっかくなのでたくさんの方に参加してもらいたいんで、1から9の1桁の数字を2人に考えて、はい、で2桁の数字を作るみたいな、やってらせていただけたらと思うんですけど、ここ僕お指名でも大丈夫ですか？本当いいですよ。はい。一回絡ませていただいて。梅丸さん、そうともれですね。梅丸さんと、梅丸さんもう一人じゃ選んでいただいて。よう、わかりました。ありがとうございます。じゃあお二人には1から9までの数字の中で一桁考えていただきたいんですけど、じゃあ帽子にちなみに433って書いてます。はい。あの4でもいいです。3でもいいです。はい。何でも結構です。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに誕生日月は ?1 月です。1月、あ、じゃあ1でも結構です。はい、お願いします。1から9で決まったら教えてください。わかりました。はい、決まりました。決まりました？はい。ちょっと1から9まで数えますので、なんとなく目合わせていただけたら、はい、1、2、3、4、5、6、7。8、9、結構9は選ぶことは少ないんですね。やっぱ人気ないというか、7とか1がやっぱ人気なんですけど、そう、これかなって思うんですけど、ちょっと書かせていただきますんで。あ、難しい。分かるのこれ、すごい。じゃあ、りょうさんですね、1から9でも多分決められてると思います。はい、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9。誕生月は僕知らないんですけど、 2月ですか、3月ですか、6月です。6、あ、真ん中ですね、OK です。マジでこんな当たんないと思うな。じゃあですね、僕これでいいかなって思いますんで、選んだ数字1から9で何でしたか？僕選んだ3です。3ですね、はい、ありがとうございます。やっぱ4433に引っ張られてました。いや、そんなつもりはないんですけど、はい、3だなと思っちゃいました。3だなと、はい、ありがとうございます。りょうさんの方1から9で何でしたか？8です。8、なるほど。で、3と8合わせ38になるんですけど、38って何かこう意味があったりとかされます？38、まあ、近くに38っていう焼肉があります。美味しいです。ちょっと繋がってますね。誕生月が1月。1月ですよね。だからお伝えとも誕生月関係ないし、完全にランダムに選ばれたと思うんですけど、はい、じゃあちょっとですね、僕が書いてたやつ見ていただけますか？え、38かなと。最初ちょっと33かなって思ったんですけど、ちょっとりょうさんがその年商を選ばないかなと思って。すげーな。なんで3って分かったんですか？3って思ったのはやっぱり4、3、3があるんですけども、まあ、4より3の方がもちろん2つですよね。まあ、ここに書いてあるんですけど、なんで、まあ、やっぱそれにやっぱ引っ張られるかなと。引っ張られないでくださいねみたいな、ここにありますねってこう印象を残すと、大体無視されがちなんですけど、今村さんちょっとやっぱり来てくれるかな。まあ、審査と違ってこっち来てくれるかな。東京行っちゃって、行くときは行きますよ。そうなんだ。8はなんで8なんですか？8は一番やっぱ選ばれにくい数字、9と8で、で、誕生月が、ごめんなさい、もう1回、6ですよね。で、その6ではないなと思ったんで、で、1とかやっぱ最初の方でもないなと思ったんで、6上かなと。
で、ラッキーセブンって言ったら、やっぱ理由を聞いたときに、ラッキーセブン狙いましたって言わなそうなタイプだったんで、8か9。で、9は僕最初に言いました。9が一番選ばれにくいですよ。なんで、まあ、間を取って8かな。すごいよ。裏書くぞっていう気持ちをもう逆転取ってみたいな。やっぱりあの、メンタリストとかメンタリズムのイメージっていうと、ババ抜きみたいな。ありますね。人狼みたいな。やっぱテーブルでこう座って1対1でやるみたいな、やっぱちょっと心理ゲームのイメージがあると思うんですけど、ババ抜きちょっと用意させていただいたんで、やれたらなと思うんですけど、はい、ちょっと普通のババ抜きと違うんですよ。はい、ババはあるんですけど、はい、4枚だけ使います。あ、4枚。はい、もしなんか準備 OK でしたら、始めます。うわ。僕と対戦していただきたいんですけども。楽しみってことね。あー、超越いきますか。フォーカーマンだしね。じゃあ、良いじゃないか。トランプで言えばとしようかな。ババ抜きはババ抜きなんですけども、はい、ちょっとルールが違いまして、心理戦ババ抜きに僕がルールちょっと作りまして、はい、はい、それでいつもやらせていただいてるんですけども、使うカードはですね、トランプの1から4まで4枚、そして1から4までの黒と赤ですね。で、ジョーカー1枚、ババですね、1枚使います。ちょっと練習なんで、まあ、僕がちょっとジョーカーを最初持ってやらせていただきます、はい、今ここにちょっとジョーカーあるんで、ここちょどれか引いていただいて、ジョーカー以外、あれ練習です、練習です。ジョーカー以外引いていただいて、で3引いたんで、自分の手札の中の3と合わせてテーブルに捨てていただいたりします。普通のババです、はい、こうですね、はい、そうです。で、これで今手札が3枚、こっちが4枚になりました、はい、で、ババを引くまで引き続けられます。へー、今日もう分かっちゃう。なので、まだ初めて分かっちゃいますよ。はい、まあ、もしここでじゃあババを引いてみたらどうなるかと、うん、はい、じゃあここにババありますね、ちょっと引いていただいて、はい、ババ引かれました、はい、そうするとターンが交代します。はい、はい、僕がトレーニーさんの手札を引きに行きます、はい、で、今ちょうどあの感覚がするように混ぜられましたけど、はい、ここからまた僕が引いていくっていう感じですね。なるほどなるほど、はい、でこれが、まあ、この心理戦ババ抜きの簡単なルールになります、うんうん、大丈夫でしょうか。はい、はい、 OK です。じゃあちょっともう一回リセットしますんで、ババをですね、どっちが持つかを決めたいなと思うんですけど、持ってないで選んでいただいて大丈夫です。え、じゃあ僕持ちます。持ちます、 OK です。じゃあジョーカー加えて、さっきみたいに混ぜていただいて、はい、はい、ババ混ぜた後に見ない人いらっしゃるんですね、うんうん、どこにあるか見ない人、それは誰もババの場所知らなくなるんで、それだけなしでお願いします。しっかり自分がどこにババを置いたか、あ、それだとやっぱ分かんないですね。置いてた場所をちゃんと見ていただいて、まあ、完全に運ゲーできちゃう、うん、そうです、完全にここに伏せられたらもうね、分かりようがないんで、でここから、メンタリストババ抜きスタートです。はい、はい、で僕が引きに行くんですけども、もちろんですね、触ってたらもちろん引いてほしいんですけど、触らないのであれば何をしていただいても結構です。例えば、ここにジョーカーありそうな気がするんですけど、もしかしたらこっちかもしれないですし、で結構男性の方ってやっぱ真ん中にズドーンって、結構男気ある人だったら真ん中にズドーンって置かれること多いんで、真ん中かもしれないですしっていう風にこう好きに誘導していただいても大丈夫です。なるほどね、はい、ちゃんと見とけ、同じくらい。でこうするとですね、今、まあ、真ん中に置く方ってやっぱ度胸いるんですね。一番センターに見えてるんで、自分の目線の真ん中なんで、真ん中にはないなっていうのが分かるので、ちょっと引かせていただきます。これはちょっと違います。はい、今一応引かに来ましたんで、度胸なしは分かる。なんかはずいな、度胸ないってことになっちゃったな。一回引き始まったら混ぜるのなしでお願いします。分かりました。じゃあもう一回引きに行くんですけども、今ちょっと左手でキープして右手でカバーされてる感じなんですけど、結構右手の方だったら右手でカバーして左手でカバーする人多いんですけど、なんか逆なんですね。だから多分やっぱりあの自分の一番手前の方にあるカードが守りたいんじゃないかなって思うんで、まあ、こっち側がちょっと怪しいかなと思う。はい、で逆に言うと自分の端の方、こっちの方は多分安全だと思うんで、これいけるかな。今頑張れ、秘密。こっち側からは多分どこにあるか分からないと思うんですけど、りょうさん見えますか、ジョーカー。あ、まだ分かんない。あ、オッケーです。てさん見えます。僕は知ってます。あ、オッケーです。で僕、てつやさんの表情もヒントになる。うわ、お前見るよ。お前、俺の足引っ張るなよ。はい、見ないですけど、あの、バラさないようにお願いします。はい、じゃあですね、僕さっきも真ん中に置く方結構ね、時はあるって言ったんですけど、今ここ真ん中変わりました、さっきと真ん中の位置が。確かに。今ここにもしあったら、またその緊張が生まれますし、ここにあったらそれも緊張が生まれるんですけど、ここが、こことここが怪しいんで、ここは大丈夫なんですね。ここ大丈夫だと思います。はい、やば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 い。で、ここがあの、心理ババ抜きの面白いところで、もし僕がここでババ引いちゃったら、僕が一気に窮地に立つ。負けるんだ。はい、一気に窮地に立つんで、ここがババ抜きの面白いところなんですけど、いっぱいあるね、はい、うん、で、まあこっちにあるかこっちにあるか、この二択なんですけど、僕ずっと言ってました、こっちがやっぱり置きやすい、あの、守りやすい、自分の利き手と一緒にカバーして、なんで、こっちが多分
以上かなと思うので、ちょっと違うかなって思うんですけど、こっちが65パーぐらい大丈夫なんでこっち引きます。うわー、やられたー。いやー素晴らしい、すごい、ちょっとなんでなの最初からもうドンピシャでさ、ドンピシャ言われた瞬間見たらもう右有名だったこんな感じですね、ルール大事ですね。はい、もう一回とじみさんの僕やらせていただいてもいいし、メンバー交代させていただいても交代するか、交代してくれ、じゃあやろう、いい、うん、じゃあジョーカーを、まあ、ラバーをどっちが持ってスタートするかなんですけど、これもじゃあ決めていただいて、いや僕も渡します。あ、僕持ってていいですか。俺引きちゃってもいいですよね。もちろんです、もちろんです。じゃあ僕ちょっと混ぜますんで、はい、梅丸さんにも見といてほしいんで、はい、聞かされそうになってるぞ、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあ僕スタートします。おあ、見ていいですか。はい、大丈夫です。ここから位置変わりませんので。なんか出てるやん、そっち。なんかちょっとね、なんか出てるやん、デコボコしてるね。普段この作戦使わないんですけど、ちょっと皆さんにちょっと使わせてもらえたら、はい、うわ、なんか探られてるわ、これ引くのか引かないのかっていういや、まあ一見ね、この出してるやつ、これ俺への挑戦状ですよ。哲也はこういうの引いちゃうタイプでしょってね。でもここを出してるってことは、あえて、まあ、ここに置いてる、もしくは全然違うこっちでしょってさせたいんですよね。なのでこの右から2番目、これ全然安全ですね。うーん、なるほど。これ引かせていただきます。はい、おいよし、はい、自分変わりませんので、うん、まだこいつは出たままです。でどっかでこの壁にぶち当たるんだよね、結局は。先に引いた方が楽になるかもしれない。引かせたがってんな引かせたいか。俺も喋ればよかったな。ここも2番目、これ大丈夫です。これもういいですか。引くまでは書いて大丈夫です。引かせたくないんなら引きますよ、僕は。えいほら見ろやばい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 、いける。逆に読んでやる、心すごい、てるぞ。いや三択です。結局これだ気がすんな。いきなりこんな知らん男5人に囲まれてね、真ん中に置く度胸ないでしょうよ。真ん中引いちゃいます。やばい、哲也勝てる。うんげうんげ、学んでますよ、メンタリズムを。これもう、これはもうあの何も探らないで、はい、適当に1枚引いても 50% なんで、うん、まあそうですよね、はい、僕が言いましたよね、あのこっちと思わせて、いやいやいやってこう逆に行かせるって、こうやっぱこの両サイドでこう戦いがすでにね起きてた、うん、もうこんなんね、あのお遊びですよ。うん、結局安全なんだって最後に思わせる作戦だったんだ。逆の逆で結局安全だって思わせたくて、本当は普通に危ないってことは、飛び出てたこいつは最初からずっとババだったんだ。こっちは行きます。バー惜しい惜しい、くそ、もうやばい、1点ピンチ。出ちゃった、これ。出ちゃった、守れ守れ守れ、もう知らないんだ、もう知らないんだ、まだ終わってないぞ。よかったね、ババさんが来ましたんで、はい、混ぜていただいて、守らないと、守らないと。1個だけ絶対こう、やりそうな、ブランカびしょびしょになっちゃうから。そうですね、いいですか。おっと、さっきは僕が出してたやつがババじゃなかったんですね。人間ってやっぱり相手と同じ作戦ってやっぱりやりたくないんですよね。それがコピーしたって気持ちになるし、オリジナルじゃないっていう気持ちになるんで。なんその俺めちゃめちゃ俺見られてるみたいな。めっちゃ俺見られてるみたいな。説明が終わるからね、ここにも。って思うんですね。哲也さんは僕と同じ作戦を使ってないと思います。はい、どこ違う道に行けるかなと思うので、一番安全です。くそー、ダセー、ひどいやー。まあでも結果的には全部シナリオ通りってことですよね。まあ結果的には、はい。うわー、すごいわ。うまくいかないこともあるんで。面白い。ずっと動揺されてるんだ、これはないと思います。うわー気持ちいい。いやー、これは気持ちいいぐらいやられてる。素晴らしい。ここまでがやっぱりちょっとこう何分の1みたいな感じなんですけど、最後ちょっと何分の1の世界とかじゃなくて、もうあの心の中に本当に潜り込まないとわからないようなことに、ちょっと初恋の出た無理、そんな無理じゃん。これだ。知らない方もいらっしゃるかもしれない、初恋の人の名前を当てるっていうのをやらせていただいてるんですけど、これは難易度は
きだから。いや、そうですよね。やばいですよ、ね。無限島で。元さんの名前当てるとかがまず。だって恋なんて曖昧なものですしね。うん、恋だったからね。それが初恋なんて誰が言い切れる時の恋ね。そういうことではないです。大森哲也さん指名していただいて。あの方で当てられたわけですよね。あのちょっと特殊なんですけど、同時期になんかすごい好きだった子が2人いて、どっちが先だったかが幼少期すぎて分かんなくて。先にじゃ選んでもらわないといけないんですけど。先に、はい、選ぶ、そう、僕ね、これ、だから難しいですよね。お一人の名前の一人の、この人にフォーカスしないといけない。どっちの方が先に好きになったんだろうな。どうでもいいよね、この話って。どうでもいいよ。話の方がどうでもいいんだよ。そう、どっちかをゆめまるさんで選んであ、じゃあ、俺がゆめまるに二人の名前言うんで、それ選んでもらう。それがいいと思います。はい、ゆめまるさんに選んでいただけたら。はい、僕聞こえなかった。また情報が増えるようなことを。線書いてますよね。線の上にひらがなでパッと書いてください。で、書いてるときちょっといろいろ喋ってますけど気にしないでください。その名前はあのお二人見ていただいても結構、両さん見ていただいても結構、今のさん知ってますよね。で、僕また見えないようにしときますんで、はい、それ種も仕掛けもないそれ、ね、で書いたらなんか背中が傷だらけいや、そんなにしてるでしょ、ね、連動してるとかない。僕は明日の予定が書いてます。女性の名前って結構3文字が多いです。香里さんだったり、まあ、恵子さんだったりとか3文字っぽい予想かなって僕は思うんですけど、もしかしたら翔子さんとか涼子さんみたいに4文字の可能性もありますし、結構最近は美香さんとかさきさんみたいに2文字も多いです。でもし書き終わりましたら先にペン渡していただいて、はい、ありがとうございます。ビリッとですね、その方のお名前端からこう紙1枚だけ破いていただいて結構でしょうか。はい、 OK です。その紙ですね、折りたたんでいただいて、うん、隣にいらっしゃるとじみさんに、はい、ポケットの中に隠しておいていただきたいです。隠しました。OK ですか。じゃあ、はい、パッと預かりますね。しし、はい、今全員が知ってるってことなんですけど、今ポケットのどこに入れられました。ちなみに右ポケットに入れられるんだったら、その方のお名前がとしみつさんにも何か関係があったりするんですけど、左ポケットってことはあんまり関係ない方だと思います。あと自分の大切な人とか自分の大切な人に関係ある名前って自分のやっぱ聞き手のポケットに入れたりするんですけど、でもよかったら封筒もありますんで封筒に入れといていただけたらちょっと見栄えが良くなるんで、すいません忘れてました。一応つけないか見といてください。僕遠いですけど、大丈夫ですね。持ってるし分かんないと。じゃあポケットに、はい、ぶち込んでおいてください。お願いします。OK です。じゃあこれで皆さん名前知ってます。で、哲也さんももちろん深く思ってます。じゃあ最初ちょっと文字数を頑張って当てれたなって思うんですけど、はい、さっきいろいろ喋ってました。いろいろ言ってました。2文字かな、3文字かなと。4文字ではないと思います。僕はまだ言わなくていいですよ。4文字ではないと思うんですけど、2か3でちょっと迷ってるんで、その方のお名前を頭の中だけですごい大きく叫んでいただきたいです。でもこんなカウントしたらバレちゃうんで、カウントしなくていいと。指鳴らした後に頭の中でその初恋の人の名前を叫んでる。せーの。叫んでたよ。今明らかに叫んでたよ。叫んでました。明らかに叫んでましたね。ちょっと恥ずいよ今の。タイミング的に見ると3文字で間違いないですし、その雰囲気が3文字の方の名前言ってる気がするんで3文字かなって思うんですけど、合ってますか？合ってます。ありがとうございます。3文字ですね。3文字の女性の方で。最初のひらがなが分かれば、その後って結構こう予想できるので、ただ、さって分かれば、沙織さん、咲子さんって結構多いです。なので、最初のひらがなをちょっとイメージしていただいて、ちょっと左肩に触らせていただいて、はい、はい、どうぞ。いきますね。あ行から始まるかもしれないですし、か行から始まるかもしれない、香織さんで、ら行から始まるかもしれないし、まあ、真紀子さん、ま行から始まるかもしれないです。あっかんさっさんの浜やらは、いろんなひらがながたくさんあります。最後の文字が子供の子で終わる方多いんですけど、多分テレアの世代だったらそういう方ってどっちかというと少ない気もします。なんで子供の子で終わる方じゃ僕はないと思います。なんでそうすると始まりの文字が結構あ行から行で始まる方が多くなるんですけど、あ行からあ行で当たってますね。はい、ありがとうございます。でこうやってゆっくりやらないとやっぱり僕もヒント取れないので、うん、急に当てたりするのは多分無理です、はい、最後のひらがな真ん中飛ばします。最後のひらがな集中していただいていいですか。最後のひらがな僕こじゃないって思ってるんでこじゃないと思う。それ間違いないですね。こじゃないです。 OK です。そしたらまたその始まる行と探しますんで、アッカーサタナハマヤラは今ちょっと今ちょっと真ん中を過ぎたあたりでちょっと気持ちが緩んだ気がして、ということは最初の文字が真ん中の方にあるからそこ過ぎた後にちょっと安心してる気がするんで、まあ、な行からなかさたな、うん、だからな行からは行ぐらい、あかさたなはだからなはな行かは行で終わる名前かなって思うんですけど、これちょっとヒント出してみましょう。な行かは行で終わる名前かなって思うんですけど、なにぬねのかひふげこ、あ
ハ行で終わる名前って難しいんで、まあ、何行かなって決め打ちで。ここまでちょっといっぱい情報をいただきましたんで、最後ちょっとじゃあこれかなって思って書かせていただけたら。え、もう小判を取りますね。ちょっとなんか汗かいてきたな。ずっと汗かいてきた。ずっと書いてるよ。ですね、言わないでくださいね、はい、先にこれかなってものを書きますんで、はい、始まりの文字がこれかなって思います。待って、最後の文字がいいですね。字が汚くてすみません。これか、わかんないですよ。これかなって思ってるだけです。で、真ん中のひらがな、まあ、こう来ると、まあ、僕はこうかなって思うんですけど、まあ、ちょっと若い世代の名前こんな感じかなって思うんですけど、カメラにも見せて大丈夫なのでこういう感じかなって思うんですけど、なんかちょっと合ってない気もするんで、これちょっとやめにして、じゃあちょっと先に他のメンバーの方に見ていただくんで、もちろん顔見ないでください。こういう人かなと思います。なんとなくですね。漢字はわかんないです。ひらがなです。カメラにじゃあこの名前かなと。OK ですね。じゃあ僕先に書いてます。もう書き直しとかしないので、哲也さんちょっとじゃあもう真ん中に戻っていただいて、はい、名前をおっしゃっていただきたいんですけど、はい、一緒に言ってみていいですか。わかりました。はい。三人で。はい。哲也さんの初恋の人の名前。3、2、1、アンナさん。はぁやばい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 そうですね、いやもういやいやいや、逆にあれ信憑性が増しそうなんだよな。初っ端から外すのちょっと派手です。ありがとうございます。放心状態だね。ほんとなんか一個の映画見たみたいな、そんぐらいの疲れ具合が完璧なエンターテインメント。マジですごい面白っ。面白すぎ。すいません、なんかあのね、あのインチキとかいい。そうでしょ。じゃあ、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 すごい楽しかったです。なんか営業とかで呼びたいって言った時はなんか連絡先とか、メンタリスト堀って調べていただけたら出てきますんで、盛り上げに行きます。はい、うわ最高だ、最高だね。それがメンタリストの第一目的なんで、その場を盛り上げに行きます。めっちゃいいやん。めっちゃいいじゃん。盛り上げたくない。その場を盛り上げに行く。それがメンタリスト。最高だ。でも好感度の動画とかでさ、鈍い曲げられないっていう時とかあるじゃん。そうね。そういう時ちょっと呼ぶわ。そのためだけに。ちょっと LINE とか交換しといて。今こういう状況なんですけど。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。